どうも料理の姉さん、リュウシでーす。イエーイ。ということで、今回はネットでもね、結構バズりました、ペペタマっていうですね、ペペロンチーノとカルボナーラの愛の子みたいな、あれみたいな感じ、狼子供みたいな、そんなペペタマっていうですね、料理を作っていきたいと思います。はい、材料こんなんです。もう作ります。まずですね、卵ね、これ2つ分なんですけども、これはね、常温に戻しておきたいので、なんかね、適当なね、容器にね、割っておきます。殻の状態より割っておいた方がすぐに、室温に戻りますんでね。で、これはもう今のうちによく溶いておきます。これはね、よく溶いちゃって大丈夫です。白身が見えなくなるぐらいまで、溶いておきます。で、ね、溶いて、置いておくことによって手早くですね、これができる頃には常温に戻ってるっていうですね、感じです。で、これは一旦置いておきます。はい、次パスタ、いきますね。で、スパゲティはですね、この容器に入るように半分に折っていきます。なんですけども、これね、 100g なんですけども、だから 50g ずつ折っていきます。そうすると折りやすい、こんな感じですね。もう半分も、はい、折っていきます。こんな感じになります。クロスさせるのはくっつき防止ですね。で、ここにオリーブオイルです。小さじ2ぐらい、まあ適当です。ニンニクがですね、こちら、はい、粗みじんにしたもの2かけ分ですね。もうわさっと入れちゃいます。あと白だしです。僕はいつもヤマキの使ってます。大さじ1半、大さじ1入ってます。あとお塩ですね、1つまみ入れます。バターですね、 8g です。はい、鷹の爪約ね、1本分って言ってるんですけども、これね、人によって好みがあるので、僕はね、ちょっと辛めが好きなので、これぐらい、大体これぐらい入れます。水が 240cc で、これをラップせずにレンジに入れ、 600W 10分です。超簡単これ。はい、ではチンが終わりましたので取り出していきます。取り出すと、はい、こんな感じになってます。で、これですね、この熱いうちに卵を全部流しちゃってください。こんな感じです。で、混ぜます。そうするとですね、見てください。いい感じに、ほら、あんなにあった卵がこんなに固まっていくんですね。これはですね、電子レンジで沸騰された麺に卵を入れることによって、ちょうどよく半熟になるっていうですね、この魔法みたいなことが起こるんですね、これね。で、ちゃんと常温に戻しておくと、これぐらい卵はね、ソースみたいになっちゃうんですね。これはですね、基本的に、このタッパーアクリル容器でやった方がいいです。陶器だと少し冷まさないと、陶器ね、すごく熱くなっちゃうんでね、もう少し固まる感じになると思います。これぐらい混ざりましたら盛り付けていきます。ねじりながら高く、なぜ高くするかというと、冷めにくくなるからです。高さがいい感じに出てますね。こんな感じで卵を2つ使ってるので、結構ね、たっぷりとしてます。はい、で、この状態でパセリをね、振りかけていきます。これ彩りですね。あとはね、ちょっと細かいんですけどね、唐辛子の赤が上に出てた方がいいので、少しね、移動させます。こうした方がね、かわいい、映えです。インスタ映えです。僕ツイッターですけども、いいですね、これ、注意点としてはね、チンし終わった後すぐやってください。じゃないとね、温度がね、足りなくなっちゃうんで、もうちょっとね、シャバシャバになっちゃう。でもね、大丈夫です。シャバシャバになっても、混ぜた後に、また数秒間レンジにかけていただくっていうね、作業をやっていただければ大丈夫です。はい、こんな感じでですね、もうできました。はい、レンジで作るペペ玉、完成でございます。イエイ。はい、それではですね、早速出来上がりましたので、出来たて食べていきたいと思います。やっぱりね、スパゲッティにはハイボールですね。いただきます。あー、うまい、もううまいわ。パスの方も食べていきたいと思います。いただきます。うん、うん、うまっ。いや、これですね、本当にこうチーズもクリームも、ね、使わない、まあ、カルボナーチックなんですけど、味付けは白だしなんですよね。白だしを使っているので、すごくね、これだけでもすごくマイルドな味がするんですね。はい、でベーコンも入れてもいいんですけども、この入れない
この入れない良さっていうのがあります。すごくね、あのこんなニンニク2つ入ってるんですけども、結構、ね、優しい味するんですね。で、その優しさの中に唐辛子の辛みっていうのが生きてきてですね、とってもシンプルですけど美味しい一品になってます。うん、あとね、コクがやばい、コクがいい、すごく、いやー、いいですね。これは飲んだ締めに食べたいっていうね、そんなスパゲッティに仕上がってます。これめちゃめちゃ美味しいんですよ、これが。うん、これね、このままでも美味しいんですけど、ちょっと今僕ひらめいた味変があるのでやってみたいと思います。今度初公開、柚子胡椒です。柚子胡椒、柚子胡椒ね、ちょっとね、拭ってね、食べたらどうなのかなみたいな、はい、やったことないです。この爽やかな香り、めちゃめちゃ合うんじゃないかと。ちょっとぶっつけ本番で打ち合わせもなかったですけど、やってみます。うん、めっちゃ合う。このまろやかなコクの中に爽やかさがプラスされて、これね、めちゃめちゃうまいです。さらにですね、このタバスコ、僕ね、結構ね、カルボナーラ系にはタバスコ入れちゃうんですけども、これ絶対合うでしょう、これ。うん、あ、めっちゃ、このタバスコ入れることによって一気に洋風に近づきますね。いや、これね、飲める、飲めるぞ、このペペタルマね。ツイッターでもね、かなりバズったんです、これ。確かね、10万いいねぐらいいったんじゃないかな。実はですね、水たまりボンドさんとか木下優香さんとかね、やってくれたっていうですね、結構話題になったレシピになってます。お二人はですね、美味しいって言ってくれてましたので、まあお墨付きということで結構ね、新感覚で味するので、はい、これがね、レンジ1個でできるっていうね、レンジ1発でできます。ぜひね、楽しく食べていただきたいと思います。ちょっと酔っ払ってきましたね。はい、それではですね、今回の料理美味しそうだなとかですね、ちょっと作ってやろうかなって思った方はぜひですね、チャンネル登録および高評価をよろしくお願いいたします。